貫き通すは我が使。お前は心のままにせよ。全軍進撃。家康を討ち、太陽我らの手に。承知いたした。正面から打ち崩してご覧に入れましょう。策もなく力攻めなど、およそ父上らしからのやり方だ。恥を揃えただけでは三河虫は離れん。お城の本陣に向けて突撃せ。ことはできぬ。かかれ。恐ろしいことです。真田の戦、これに見よ。その程度で我らを阻むことはできぬ。かかれ。忠勝がおる限りこの突撃は止まらぬ。されど、やつを倒せるものなど。忠勝のいる砦は筋ヶ崎館の跡地。そこには抜け道がございます。なるほど、そこをついてやってくださるか、真田殿。真田の戦、ご覧あれ。裏手とはいえ、忠勝殿が備えをおろそかにしているとは思えません。無論である。故にこそ真田の根を釣り上げられる。この程度で我らを阻むことはできぬ。かかれ。まだ突撃してくるの？
もう防ぎきれないかも。この程度で我らを阻むことはできない。かかえ！吉政殿はなぜ動かぬのだ。君に手を組まれたか。敵将を討ち取ったり。この程度で我らを阻むことはできぬ。かかれ！姿を隠しているとなれば見つけるのは容易ではないな。この程度で我らを阻むことはできぬ。かかれ！
ち取ったり。敵将討ち取ったり。この程度で我らを阻むことはできぬ。かかれ！敵は混乱しています。この木に押し包みましょう。見事な策という。ここは譲っておこう。開門！木曽殿が動かぬでは話にならぬ。真田殿、督促に向かってくれぬか。承知いたした。渡りに船だ。私たちは徳川本陣を目指します。井伊家の名にかけて家康様のもとへは断じて行かせる。殿は私たちが守ります。にはいかぬのです。だが次こそは必ず。開門！急げ！これで徳川は窮地に立つ。本能では良いことではない。撃ち取ったり！Thank you.
出番だ。叶う相手ではなかったか。義政殿、やはり北条に従うのはご不満か。当然じゃ。何故死なのを北条の好きにされねばならぬ。ごもっとも。死なのは武田急進たる我らが治めるべき土地である。お主、その通り。死なのの国主というと、わしは運命を共にしよう。けるとは愚かな。今ぞ突撃。本陣が危うか。良い潮が今思うな。もう少し付き合ってやるか。これはいかん。誰か元忠を止めてくれ。よくやってくれた。このままでは総崩れとなりかねん。一旦引き、体勢を立て直すぞ。さすが家康、良い判断だ。さて、真田殿、よくやってくれた。これで我らは正真正銘の家族ぞ。恐れ入る。一層励んでまいります。